最後に11番ディオスバリエンテ早くも向かいますスムーズに収まって全場ゲートの中スタートしましたおっと3番のスプレモフレイバー後ろに下がってしまいましたさあ先攻争いです まずは外から9番のセンターオスリール内から4番のベガリス2頭が並んで先行体制後続に3馬身4馬身とリードを広げますがここで9番センターオスリールが抜けました3番手7番鳳ー,ーラスカーズあとは2馬身11番のディオス・バリエンテ内並ぶ2番の西のスーベニアすっ上がりますあとは3馬身5番西のライコウ向正面です3馬身中段から後ろ10番ドゥラモンドそれからその後ろは2馬身離れて8番のニューノーマル4馬身ぐらい離れて後方に 1> 1番鈴ハローム6番ブランデーロック最後方3番のオスプレモフレイバー各馬3コーナーのカーブを迎えます。 逃げる9番センタースリール800を通過後続に7馬身のリード2番手に4番のベガリス3番手は7番のホーオーラスカーズ内から並んでいく2番の西のスーベニアその後ろは4馬身差11番ディオス・バリエンテ2馬身5番西のライコウ内から10番のドゥラモンドそれから2馬身離れて8番のニューノーマルその後ろが1番のスズハローム4コーナーのカーブを迎えます。 9番センタースリール先頭ですがリードがなくなって400を通過リードは2馬身ぐらいその外から2番の西のスーベニアベガリスさらには鳳ー,ーラスカーズ4頭が広がって筑前やあ先頭変わって2番の西のスーベニアが抜ける外からは7番の鳳凰ーーラスカーズそして内からは4番ベガリス坂を駆け上がって先頭突き抜けた2番の西のスーベニア独走態勢3番手は7番鳳凰ーーラスカーズその内から5番の西のライコウが並んできたさあ2番手に上がる2番西のスーベニアゴールイン 2番手が5番の西野来光3番手7番鳳ーラスカーズ。